こんにちは、彦右衛門です。このカエルは生まれて4ヶ月ぐらいなんですけど、だいぶ大きくなってきて、最近食欲がすごいですね。こんなヒカリーベルツノっていう餌なんですけど、もうパクパク食べちゃいますね。日曜にお腹いっぱいにさせます。で、間水曜とか木曜にこのヒカリーベルツノを1粒2粒あげる感じですかね。あぐ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 、よく噛んで食べるのはいいことですね。僕はすぐ書き込んじゃう癖があるんで、見習いたいものですね。飛びついてきました。すごい食欲ですね。この体をひねるのは何か胃にスペースを空けてるんでしょうか。もういらないのかな。ちょっと食いつきが悪くなりましたね。食べるのが下手だっただけかな。さすがにもう食べないでしょう。まだ食べるんですね、これが。もう食べないでしょう。キリがないですね。ネオンテトラは結構長く生き残ってます。ネオンテトラを多めに入れても綺麗かもしれませんね。ネオンテトラは昔結構高値で売買されていたようです。なんだかちょっとデブになった気がします。お家に入りきりません。ヤマトヌバエビとレッドファイヤーのコラボは珍しいです。水槽の、バックスクリーンをね貼ったんですよ。で、まあ肉眼で見たらなんかチャチいんですけど、こうやってアップで撮るとまあそこそこいい感じですね。まあでも飽きたら外すと思いますよ。やっぱりアクアリウムはいかにね、見た目を自然に近づけるかって気がしますね。そういう意味だと、こういうなんか人工的なお家みたいのを入れるのはちょっと邪道かもしれませんね。前マグカップとか入れたけど、多分アクアリストの間ではかなりダサい行為に入るんじゃないかなと今では思います。
なんだかレイアウトが変わってます。どんな暴れ方をしたんでしょうか。石組みなんかをしてもよくレイアウトは崩されます。結構パワーがあるんでね、このカエルは。やっぱりちょっとデブになった気がしますね。さてここでですね、エビを揚げてみたいと思います。殻付きのエビですね。これを食べてくれるとね、助かるんですよ。たくさん、光ベルツの揚げなくていいし、殻付きだからね、カルシウムも結構取れると思うんですけど、でもね逃げるんですよね。ディビアを揚げて散々追いかけ回して逃げられたことを思い出しますね。僕結構エビ好きなんですよ。その中の一匹をあげてるんでね、食べてくれないと。食べてくれました。一気に飲み込むとこまではいかないみたいですね。少しずつ食べていくみたいです。大きなものをあげるとこういう食べ方をするみたいですね。いつもよりも飲み込むアクションが大きいですね。ご視聴ありがとうございました。